いや、どうもこんにちは。こんばんは。おはようの方もいらっしゃると聞きました。私、みんな大好き、鳩も大好き、新沼謙治です。よろしくお願いします。本日は、不人気チャンネルの中でも、一番不人気な、家にあるゲームをする人です。このゲーム以外は結構見てますっていう人もいますから、ゲームは基本的に見ないんでしょう。本日はこの長靴に履いた猫というよくわからないゲームをします。長靴履いた猫、アニメですかね。東映って書いて、東映アニメーション。これやってみたいと思います。誰のこんな買った記憶がない。あれ、誰のやつなのね。そこが、そこことはあるのか、これが。つけ、あ、来ました。3回でつきました。まあ、3回でつくってことはありです。世界一周、80日大冒険だけどですね。じゃあ、行ってみたいです。うわ、でも、あ、ちょっと待って、始まった。え？あ、ちょっと待ってよ、またやって。はい、ペロ。イングランド、イギリスってことですね。イギリスの猫、イングランド。イングランドってなんでイギリスって言うときあるの。サッカーは イギリスって言わんとイングランドやもんね。なんでこれ、なんやこれ、これ多分むちゃくちゃ面白くないぞ。うわ、この敵は何や。どう、早い早い、あ、なんか取った。うわ、え、なんで落ちてたの、あれ。え、どういうこと、そこわかんの。うわ、厳しい。これイングランド、長靴を履いた猫、足あがめる。長靴を履いとるやな。何をしてんの、これは。彼は何を目的でこういうことしてるの？これ。ちょ、めっちゃ飛ぶな、これ。跳躍力がすごい。ん？さ、拳銃持っとるんか。で、これが落ちたら死ぬ。落ちていくな、敵。敵がえらいアホやな。落ちていけよ。めっちゃ飛ぶし。ああ！やったことない。何やこれ。全然危ないんやけど。あれ？やばい。なんかよくわかんない。あの P5 って何やろね。これはおもんないぞ。これはひどいぞ。あ、はい。なんかわかんない、敵が。どういう。ここは難しい。なんで敵が落ちていくね。あーとだ。なんやこれ。ゲームオーバー。もう一回、ちょっともう一回だけやって。やった、なんやこれ。どういう話？ 80 日の大冒険。でもこの、なんかタイトル画面は可愛いね。長靴を履いた猫。もう一回行きたいと思います。これはおもんないわ。あ、でも、80日から始まってるね。上なんか見にくいけど80日って書いてる。左に秒があって、なんかさっき78までいっとったから、結構2日ぐらいはすぐ経つんか。お前、そういうわけじゃないの。え、どういう、え、ちょっとほら79になった。どういうこと。あぶね。あ、乗った。あ、なるほど。なんかここ乗れへんねや。あれ、思ってたのちゃう。ここは乗れるんや、多分。あ、ほら。わかりました。ようやくわかりました。79になった。なんなん、この。どういう意味？ほら、また、
ちょちょちょ、こいつ飛ぶ、めっちゃ飛ぶ、顔怖い、怖いな、このこの、うん、うまい。ちょっと一面はクリアできそうだ。ほら78、あ、もしかしてあれ8より、え、どういうこと。ちょ、あ、無敵や、トロイ、あれスピードが遅くなった、早い。あ、ちょちょちょ、これなんなん、このスーパーマリオのパクリみたいになってる。あれちょ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 、なんなん、これは何や、どういうことやねこれ、え、今どういう状態だね、もう分かれへん。ちょちょ、こいつ怖い、いざいっぱい出てくんな。この猫は何をしたいんや、むっちゃ進むけど1年終われへん、長ない、え、何やそれ、あ、何やそんないけずなことある、落とし穴、何今の、え、どっからこれ、あれ最初からちゃうね、え、最初からちゃうこれ、うわ最初からや、結構進みましたよ、あ、まあでもコツコツ掴んだから、なんで最初からなの、早い、それさっきの落とし穴みたいな、むっちゃへこむんやけど、それは分かれへん、ちょちょちょっと、あ、なるほど、一回当たってもしない、あの P やパワーみたいなもんで、あ、そう、そう考えたら楽やわ、なるほどね。うん、ちょ、遅い。遅いわ。で、これ。ちょっとタイミングよ。なんか来た。何あれ。え？何よあれ。どういうことよ。うわ。もうこれ。だる、全然おもんないし、長靴を履いた猫っていうのをまずそのアニメを知らへんもんね、でもなんかあったような気がするけど、でもなんか絵は可愛いからアニメ見てみたい気がする、あぶね、猫好きやし、あー、これこれ、しかもその日数があれだんだん減っていけるけど、どういうこと、さすがに80、おお、また急に、この間にパンパンいっとかんと、これ飛び降り、あ、そうそう、よし、極めてきた、なんかこの服装がえらいかっこいいね、テンガルハットみたいなかぶってる、ほら、なんか道端にいる猫ってオスかメスかちょっと分かれへん時あるけど、これは完璧オスやな、この子は、ちょ、いや、もう遅い、無敵な意味ある、ここ、よし、そうそうそう、これで気ぃつけた、いや、なんや、
よし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 。あー、やばい、パワーがない。これが分かれへんのよ。これがこれがどういう状態なのか分からへんのよ。さっきこの辺で落とし穴でやられたからね。ちょちょ、やばい、やばい、あと1回で死ぬ。 P があと1。あこれ、そうそうそう、落とし穴でこれ上登られるのかよ。飛んどかんと。あ最悪、あべ、うまい。あ、超えた、修羅場を超えたかな。なんだこれ、おお、どうこれ倒せるのか。おっとっとっと、おっとっと、あもういいです、もういいですわ、もういいです、もうやりません。いや、このゲームちょっとね、今のやつの倒し方多分もう無理やと思う。あと2機あるけど多分もう無理やと思うし、なんか気持ちが入らないのでやめたいと思います。なんかもう12月の今これ11日なんですけど、ね、もう今年も終わりかけになってきました。 なんとなくこのままね、風邪とかひかずに、体も壊さずに、あの年を越せたらなと思いながらあのやっておりますので、皆さんもくれぐれもね、その風邪などひかず、まあ、インフルエンザとかもあるので、また うがい、手洗い、うがらいをよろしくお願いしますね。ではそれでは皆さん、ごきげんよう、ありがとう。